がいっぱいですね、ひゃっかさん。そうでしょう。さ、席について。いいんですか？外に人がいっぱいいたんですけど、それは…気にしないで、許可は取ってある。自分の家だと思ってくつろいで。じゃあ、お言葉に甘えて。こういう感じなんですね。なんだかドキドキしてきました。そうでしょう、そうでしょう。ナイスリアクションよ、タナミ。でも、どうして急にラジオスタジオの見学に連れてきてくれたんですか？え？見学？あれ、違うんですか？見学じゃないわよ。これから放送が始まるの。わあ、放送する瞬間が見られるんですね。ちょっとドキドキです。見るっていうか、やるわよ。ん？やるって何をですか？ん？いや、インターネットのラジオ配信。え？ん？誰と誰でですか？私とあなたで。ラジオ放送ですか？それさっきも言った。だってそんなことここに来るまで一言も言ってなかったですよね。言ってなかった。驚くかなって。もう驚きますよ。だいたいこんな立派なスタジオどうやって借りたんですか？強いて言うならお金の力よ。大人の社会はお金さえあれば大体のわがままが通っちゃうのよ。なんでまたそんなこと。数ヶ月前、あなたたちネットで生放送やってたじゃない？あれすごく楽しそう。んじゃなくて、気学部の知名度を上げるには効果的かなって考えたわけよ、百科部長さんは。それでいつからそのラジオってやるんですか？数十秒後。タイトルも考えたのよ。東かなで学園気学部放送局ラララジ。お、そろそろ始まるって。じゃあナナミ、せーのでタイトルコールいくわよ。せーの、東かなで学園気学部放送局ラララジ。皆さんこんにちは、ララマジ結城ななみ役の水瀬いのりです。おー、わーい。そして、草薙百科役の徳井空です。こんばんは。はい、この番組は現在好評配信中のスマートフォン向けゲームアプリ、ララマジの最新情報や耳寄り情報を私たちが楽器を演奏するように、そうよ、時に優雅に、優雅に、時に激しく、激しく、うわすごい、お送りしていく生放送番組です。始まりました。はい、いきなりなんか生ドラマ的な感じ。すごいですよ、書き下ろしドラマから始まりまして。すごいね。普段あのメインストーリーを書いてくださってる西村さんがこの番組のために書いてくれたんだってさ。ね、そうなんですよ、ね、ということで今回からこう始まったラララジなんですけども、うん、ニコ生、あの前回もちょっと私出演したニコ生がありまして、うんうんうん、その際はあのこれからリリースするよとかね、そういう情報をお伝えしていたんですけども、リリース直前だったんだね、うん、そうそうそう、だからみんなもこうどういうアプリなんだろうと思いながら多分見てくださってたと思うんですけども、うんうん、時は経ち、リリースされてね、時は経ち、うん、そう、みんな遊んでくれてるかな、ね、みんなコメント見えてますけど、ララマジ遊んでますか？どうですか？そうですか、遊んでるかな、時差がちょっとねあるかも。あ、でも遊んでるよ、遊んでるって。お、みんなやってるって、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、これからはこうやってちょっと情報もまた増えていきましたから、伝えることがね、いっぱい情報がありますから、うん、なので早速ではございますけども、はい、今日の生放送私たちだけではないんですね。なんとゲストさんがいらっしゃっておりますので、早速お呼びしたいと思います。こちらの二人です。はい、星崎理科役の赤崎千夏です。よろしくお願いします。もう反るのが限界、映らないようにと思って反ったらもう限界よ、私は。もういいね、よろしくお願いします。そして三島青役の長野まりやです。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで
初回からゲストがお二人も来てくれるというね、嬉しいね、豪華ですよ。ということで初回なので私たちもまだね、ちょっとふわふわでは、ね、びっくりしてる、ね、こんなだってさ学校のさ校門超えたところでさやってこんなね、お前何やってんだっつってさ、これ怖いっつってさできるじゃん、ね、よく声が響くわね。そして見てください、うん、これカメラさん見えます？これさ、これ誰が作ったの？なんかスタジオ上がってきたらさ、ポツネといたよね。急に召喚されたんだけども。そう。超細かい。回ってってやつですよ。これはどなたか、スタッフさんが作ったの？ね。そうなんですね。愛がすごいね。女性のスタッフさんはさ、こういうことするのよ。いやー、器用だよね。ねえ。ちょっとこう、足がこう。おしゃれってなってるよね。なっちゃってるけども。可愛いね。ってやつだねこれね。いいね。そうそう。素敵。素敵ですね。ということで、まあ、この4人で初回放送をお送りしていきますので、ね、盛りだくさんですよ、はい、やっていきましょうかね。それでは最後までよろしくお願いいたします。はい、さあでは早速始めていきましょう、はい、ララマジのラジオラララジ生放送、最後までよろしくお願いします。さてお送りしていますラララジ生放送、うん、まずはやっぱりこのラララマジのゲームについて改めて説明していきたいと思います、うんうん、はいはい、ララマジとは、うん、ライトフライヤースタジオと A1 ピクチャーズが送るドラマティック RPG、うんうん、登場するのは30人の個性豊かなヒロイン、うん、そして豪華キャストがストーリーをフルボイスで彩ります。すごいよね。でも本当にメインストーリーとか全部ついてるもんね。そう、声がついてる、ね、しかもシナリオも結構ね一人一人のキャラクター長いですから、うん、そう、ね、すごく掘り下げてくれてるよね。あれ 10年ぐらいまでいいんだわストーリーがな、ね、いいお話がいっぱいありますよ。いいんだわ本当に。でちょっとストーリーのイントロダクションを紹介させていただきます。お願いします。それはまるで魔法の音だった。その演奏に見入られた少女たちの楽団器楽部へ入部したあなた、うん、しかし少女たちの心は演奏から遠ざかっていた。もう一度みんなで最高の音楽を奏でるために必要なのは少女たちの心を調律すること。調律師過去チューナーとなったあなたは30人の少女たちを救うことができるのか。音楽と絆をめぐる冒険が今幕を開ける。うわいいね。素晴らしい、ね、すごいね。壮大だよね。そうなの、こう一人一人こうなんていうのチューニングしていくみたいな過程が、そうそうそう、一人一人掘り下げられててすごい楽しい。30人もいるから ね、うん、ね、こうみんなお気に入りキャラクターとかいらっしゃると思いますけど、なかなか一人に絞るのは難しい、ね、いや難しい、みんな可愛いんだもんだって。可愛いのよ、ね、みんな年下もいればちょっと先輩が ね、いたりとか幅広いからね、ちょっと年が、うん、単純に3年じゃないから。そうなのよ、そうもうちょっと若い子もそうそうなのいるよねあれね。そう、うん、だから本当に幅広い、ロ幅広いロなんでもない、なんかこうね可愛い ちっちゃい子もいるからそういうね、うん、好きな人はとてもいいよね。若め、そう若め若め、若年層若年層若年層支持派取り込んでいこう。若年層、うん、若年層ね、感じすると若年層支持派の皆さんにも、うん、そうそう、やっぱりすごく響くんじゃない。若年層支持派それ楽しいね、うん、じゃないかな、うん、いいよね。じゃちょっと、うん、せっかく4人もいるので私たちが演じているキャラクターを改めて説明していきたいと思います、うん、はい、じゃあまずは、はい、うん、イノリンから お願いします。はい、じゃあ私の演じるナナミちゃんから紹介していこうと思うんですけども、うん、あのナナミちゃんはですね、うん、あのこの作品に登場するキャラクターの中で一番最初に皆さんが出会うキャラクターだと思うんですけども、うん、まあ、メインヒロインの女の子になっておりまして、かなりね元気いっぱいな女の子ですね。テンション高いよね、うん、そうなんですよ、うん、そうだよね。で楽器はフルートを演奏するんですけども、うん、まあ、彼女はまあ、一人一人ねシナリオを読んでいくと分かるんですけども、うんうんうん、まあ、ちょっと心にこうフルートっていうものとの自分の中でのこうちょっとつながりはちょっとこううーんってなるとこがあって、それをこうチューナーさんがどんどんほぐしてくれて、最終的には笑顔いっぱいに元気明るく過ごしていく女の子なので、かなりねこの作品の中でもちょっとこう王道主人公みたいな、うん、そうだね、ヒロイン、メインヒロイン感が、ね、
熱血系だよね。そう、熱血系、根性だとかさ、そう、もう努力、元気、友情みたいな。あと肉ね。あ、そう、肉そうなのよ、お肉前向きだね。そう、好きだったりとかもするので、チューナー君のこともね、結構こうお話の中ではもしかしてチューナー君のことあれ好きなのみたいな一面があったりとか、結構だって一緒にいる時間が長くなってくるからさ、うん、あれこれどうなのみたいな瞬間も出てきたりするよね。可愛い女の子ですね。どっちかっていうと妹系かな。あ、そうだね、ね、感じです。じゃあ次は、はい、じゃあ続いて私が演じている百花さんについて紹介しますね、うん、百花さんはですね、なんと企画部の部長なんですね、うん、うん、多分この中ではというかね、30人もいるんですけども、部長はまあみんなのことを見守ってる感じの立ち位置で、うん、まあちょっとね召喚とかみたいな感じではちょっとね出てきたりはしないんだけども、うん、でも登場でチューナーさんをこの部に入れたのはやっぱ部長なんでね、部長あってのチューナー君、うん、部長あってのことなので。そうだよね。そうなんですよ、部長はいつもみんなのこと見守ってますよ最初めっちゃ喋るもんね部長そう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 、チュートリアルっていうか導入のところで、企画部のね話とかをいろいろしてくれるんだけども、うん、でもすごく優しくて、うん、メンバー思いので、うちの部にはやっぱ可愛い子がいっぱいいてとかいうのが、うんうん、やっぱ百花さんはすごく自慢の部員のみんななんだなっていうのをね、すごくセリフから感じて、企画部のみんなのことが大好きなんだなって思ってます、ね、なんか制服もちょっとさ、みんなと若干違っててかっこいいよね。ちょっとパンツスタイル、そう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 、パンツなんですよ。そうなの、うん、ちょっとセクシーだよねあれ。あ、本当ですか。ちょっとなんかお腹のラインがこうなんかよく見えちゃいそうなお腹のライン大丈夫かな。大丈夫、ね、アウト、アウト。若年層から始まるいいじゃないそのぐらいさ、いいですか、いいですか、いいじゃんよ。じゃあ、部長服部支持派みたいな感じで、そうそう服部支持派にまた新しい政党が出てきてしまいましたね。ね、でもももかって読んでて私最初、うんうんうん、確かに確かに百花読みなんだと思ってね。確かに、そう、今となったら百花さんだけど、はい、うん、百花部長いつもみんなのこと見守ってるからね、うん、部長のこともぜひ応援してくださいね、うん、じゃあ続いて青さん、うん、青、はい、お願いします。私ですちゃん、いや、青ちゃんはですね、うん、ちょっとこうなんていうか哲学的なというか、うん、科学的なというか、うん、すごくいつも結構頭がすごくいいので、うん、こう難しい、うん、難しいことを、うん、ね、って言うんですよ、うん、長いよねセリフもね。結構みんながこう理解してくれてるかなって、こういつもセリフ読んでて心配になるくらい、うんうん、すごいもう3行ぐらい漢字ばっかりみたいな、うん、感じなんですよ。収録ちょっと大変だね。そうなんです、うん、そうなんです。でこうだからあんまり感情的な部分もちょっとなくて、うんうんうん、すごい論理的というか、うん、なんで自分はこう思ってしまったのだろうかとかすぐ考えちゃって、うんうん、こうあんまり感情的にならないんですけど、うん、こうチューナーさんと出会うことによって、うんうんうん、ちょっと感情とはこれがまさかみたいな、うん、っていうことに気づいたりもしていくかもしれないみたいな、うんうん、だから心を開いていいなみたいな、ね、こう壁を薄くして最終的にはみたいなキャラクター、最終話とか読んだらまた分からなかないけど、ね、今みんなシナリオ良かったよって書いてるけど、うん、そう、ね、一番新しいのがね、そうそう、青のシナリオだからね今、うん、私星5持ってるよ。え、青の、うん、いいな、いいでしょ、星5いいな。なんか攻撃するとデンデンみたいなしてるマジデン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 アバウツアバウツ。じゃあ続いて、うん、リカちゃん、はい、お願いします。リカはね、すごいいい先輩っていう感じですね。なんかね、ダメなところがないっていうか、理想の先輩像そのまんまっていう感じの人なんですけど、うんうん、実はまだね、メインストーリーが配信されてないので、うんうん、これからもっと本当はどういうことを思ってるんだろうっていうのが解き明かされていくんじゃないかっていう、でも私はキーパーソンなんじゃないかななんてちょっと思ってます。ちょっとね、本当は知らないよ。自称キーパーソン。キーパーソン。分かんないんだけどね。自称の激しいキーパーソン。なんだけど、ちょっとね、お風呂に入るときに、うん、ちょっとトロンボーンと一緒に入ったりとかするの。ね、だって趣味がね、なんかお風呂でトロンボーンを洗うことって書いてあった。ちょっといいでしょ。なんか危険なお姉さんがいるんだけど、金属ってさ、いいの？そう思った思った思った、うん、なんかね、いいらしい。私もさ、えー、って思って、うん、ツイッターかなんかで洗っていいのっていうのを一回聞いたらそう、ね、そう、トロンボーンとかやる人たちが、うん、大丈夫なんですよ、結構やってる人いますみたいな話をすごい聞いて、なんかサビね、錆びちゃいそうだよね。ちょっとリカがそういうおかしな性癖を持ってるわけじゃなくて普通のことなんだっていうのを誰もって知った。みんなそう、いや、どの程度洗うん
だろう、もうスポンジごしゃごしゃってこと。わかんない、中はと、あの管の部分はどうだろうね。え、どうやってなるの。なんかそれ用のほじほじがあるの。ほじほじとか、そう、丸ごと水洗い技もあるけどね。 あるあるある。そうなの、そうなのとか、まあ、あと結構なんていうの、マッスルにも興味がある人です。あ、そうなんだ。割とね、その体鍛えたりとか。あ、だからさっき腹筋って書かれてたの。そう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 、そんな感じですね。まあ、まだまだちょっと謎のところも残ってるキャラですね。個別のストーリーが出るのもご期待でございますね。ということでね、まあ、30人中の4人しか紹介できてないの、これ以外もね26人といっぱいキャラクターがいるんですが、こんな感じでキャラクターについても説明してきたんですけども、ここからはですね、よりゲームのことについて詳しく話していくために、スタッフさんにご登場いただきます。ライトフライヤースタジオのひよこさんです。こんばんは、よろしくお願いします。ということで、ひよこさんから改めてララ町の最新情報をご説明してもらいたいんですが、はい、私からご説明いたします。先週の金曜日6月の16日に、メインストーリー9幕の2話を配信開始いたしました。長澤さんに演じていただいています三島青の心の傷に迫るお話です。今まで順調に企画部員を調律してきたチューナーたちですが、今回は今までで一番と言っていいほど窮地に追い込まれることとなります。そうなの。天才である青だからこその心の傷にたどり着くことはできるのか、ぜひお楽しみください。そしてですね、昨日6月の19日からは復刻イベントとしてサプライズパーティーを開催中です。こちらはマナカとサチのお話です。うずき姉妹の心温まる関係を垣間見ることができます。ランキング形式のイベントになっていて、イベント報酬ではとても可愛いマナカのドレスがゲットできるチャンスです。こちらもぜひお楽しみください。またこのラララジ放送開始を記念したキャンペーンも実施しています。こちら後ほど詳細をお伝えしますので、最後までぜひ見てくださいね。はい、でちょっと今説明もありましたが、せっかくなので今日は実際にゲームをプレイしようかなと思います。はい、ね、ここにひよこさん、どの辺をプレイしましょうかね。はい、それではですね、9幕1話のストーリーパートをぜひ長澤さんにプレイしていただきたいと思います。いやね、あ、ちょっと光も映ってる。いや、ほんとだ、光先輩じゃない。すごい、あ、これも光先輩、まあ、夢の一人夢の一人だから光先輩じゃないかい。光さんいいよね。もうこの立ち絵が大きいのがいい、まず。確かに。いや、もうちょっとやっちゃいますね。ずるいよね、光先輩。可愛いよね、ハイヒール履かせたいよね。180超えるよ。やばい、オフ会みたいになってきた。私はね、バスケットボールも持ってきた。オフ会じゃん、これも。ファンの集い。言ってる、言ってるよ。ちょっと今これみんな喋ってんじゃない。あ、これ始まってるよ、これ。あ、当てる。ああ、本当だ、本当だ。このフルボッコの、この日ね、調子良かった。フルボッコの。フルボッコ。この曲聞くとすごい、結局フルボッコにしてる感じ。なんだか楽しそうだね。待ってください。何か様子が変です。お、ブーン。ブーン。どうしちゃったの？どうしちゃったの？なんだろうってすごい言ってたんですよ。いや、そうなのよ、これ。何、怖っと思っちゃったよね。来てるよ。あれは、一体何をやっているんだろう。めっちゃ流れてる。なんというか、ボンボンを振り回すような素振りだが、ボンボン面白そうなので、もう少し見守りましょう。もう萌えちゃんってば。ブーン、あ、強めの、強めの、いいですよ、強め。また顔もいいですね、ボンみたいなね、強めよ。華麗な一回転よ。激しいね、結構。ななみちゃん、運動神経いいからね。やってることは意味不明。顔すごいね、顔すごい、かわいい。フォースの力じゃん。出た。あ、それでね、そう、ボン、そうよ、ボン、ボン、そうね、ライトな感じでね。あ、どうしよう。あ、いいよ、マリアちゃんが思う。うん、いや、ここはちょっと無言でいきたい。お、怖いから。怖いから。無言で肩を叩く。びっくりさせちゃった。シューナーくん、皆さんも見てたよ。あの、ナナミちゃん、何やってたの？冷静。これはですね、その昨日の夜ですね、テレビで。もう忘れて。やってて、すごくスタッフォースね。そうだよね。しかボンね、あ、ビームセーバーね。そうだよね。そうそう、わかるわかる。わかるよ、わかるよ。
でもこういうの皆さんだって一人の時やったりしますよね。するね、みんなするよね。やるよね。私もよくやっちゃうよ。すげえ合わされてるひかりちゃんに。なんかとりあえず話を合わせて慰めようとしてます。そんなことないよねえ萌ちゃん。フォースの力じゃ。いたやめてよ萌ちゃん。はいはい、お遊びはここまでにゃ。いつまでも廊下に突っ立ってないで、ちゃっちゃか部活に行こうかにゃ。そう思ってるからね。もうちょっといるかな。ちょっといるかな。まさかの物質で。あ、また来た。フォースの力で乗り切ろう。そうだよね。ボン。ボンやろ。あ、じゃあ着されたと思ってたよ。あ、ここじゃないよ。あ、かわいいよ。あらららら。あら、お。物質行ったのかな。朝練の時はこんな感じじゃなかったですよ。何かあったんでしょうか。なんか更新してるみたいな音がしてる。何かの装置の音が聞こえますけど。不安です。まさか何の警報だにゃ。得意な力場の接近を確認。あら、得意個体検出捕獲装置オールグリーン。得意個体得意個体得意個体得意さん、なんでここに得意さん、ここも来た、ここに来た。あ、なんか嫌な予感が。あれ、ほにゃなにが起きたの。ほにゃちゃん、大丈夫。ほにゃちゃん見てください、あそこ。どこ。コニャが囚われの身に。そんな、かわいそうね。誰がこんなことを。何捕獲装置内に微弱な質量の変化を確認。しかしこれで冷静だな。感情を失ってコニャが。目が慣れてきました。事前に収集した情報と、うん、あ、来たね、来たね、来た、いた。ホログラムのような存在なのか。冷静すぎて。コニャ可愛いじゃん。あ、怒ってる。あなたは、ね、お尻の穴がある。ねえ、ちょっとバッテンになってるよ。あ、先輩、おっと、見えちゃった。とにかくターゲットを確認成功。私の仮説は証明された。バッテンになってんじゃよ。はい、ありがとうございました。もうバッテンに行ったから終わっちゃった。バッテンはね、バッテンはあるんですけれども、早速ホニャが捕らえられてしまう急展開。この続きはですね、ゲームの方でお楽しみください。ちなみに中国の冒頭にはさんに演じていただいている百花部長も登場します。百花部長もちゃんと元気にいますからね。本当に元気に生活してますから。そうね、ふとした瞬間に思い出さなきゃ。そうちゃんとね、いつもみんなの、ね、心にいます。それでは続きまして、サプライズパーティーもプレイしていただきたいと思います。こちら赤崎さんにお願いいたします。来ました。よし、私はバトルをやりますよ。はい、それではですね、上級のバトルをチャレンジしていただきたいと思います。お願いします。リーダーななみだよ。じゃあ挑戦しますね。はい、無駄に4倍消費しましょう。はい。でもいつもさ、使ってる子たちと違うから大丈夫かな。メガネ長くしたよね。いいね。あ、かわいい。私ごめん、ななみ使うの初めてかもしれない。うそー、なんで。すごいね、オフルートの。いや、ごめん、光が便利すぎてさ。光がとても便利だから低い。ボンボン、お帰りになられましたね、さっきの。芯がね、強いよ。強いね、ナナミ。いいじゃん。軽いのよ、あ、そうだ、なんか早いね。そう。かっこ使ってみよう。え、もう終わり。ナナミ、歌いながら。水洗いしたい、水洗いさせて、あれ出ないから、もしかして水洗い出ないかもしれない。なんか解放とか星とかであるよ。そう。あ、いいね。いいの倒せばいいんだから。ちょっとここまで並みに戻そうぜ。あ、はいはいはい
もうすぐ倒せるよ。あ、でも、あー、倒しちゃった。決めたね。わしが決めた。しまったな。たまらなかったな。アンサンブルモードにならなかったよ。聞きたかった。わー、めっちゃかわいい。かわいいね。メガネちゃん。すげえかわいい、ね。あ、そうだった。私スペル使わずに終わっちゃった。あら。ごめんなさい。失礼いたしました。ラロマ。わわわわ。楽しい。いや、楽しいよね、ララマジ。うん。かわいい。なんかちょっとそうだ、このランキングだから出てきた。私もさっきのやったらなんか、うん、おめでとう、もう2万何位ですみたいな出てきた。頑張って頑張って、うん、いい順位にいった方がいいんだよ、ね、上級をねガンガン回してポイントをゲットするんですよ。なるほどね。上級はタイムアタックですよ。すごいですねこれね、うん、はい、楽しかった、うん、あ、もう終わりですか。はい、そうなんです。ということで、まあ、ゲームいっぱいプレイしていただいたんですけども、このゲームのもう一つの魅力がドレスですね、うん、それぞれのキャラクターに新たな衣装が登場してきて着せ替えを楽しむことができるんですが、うんうん、現在開催中なのはラララジ放送開始記念キャンペーン、うん、ここも改めてひよこさんからご説明をしていただきたいと思います。はい、それではですねキャンペーンについて説明させていただきます、うん、ゲームを新しく始めた方が9枚の中から最初に、星用のドレスを選べるのですが、今回ですねラララジ放送開始を記念しまして、水瀬さん、長縄さん、赤崎さんが演じる七海青梨花が特別に登場します、うん、はい、こちらに登場しています。こちらがですね期間限定なので、うん、放送をご覧になっていてまだゲームをやられたことがない方はぜひぜひインストールしてください、うんうん、こちらではですね例えばこういう風に、はい、キャラクターのボイスを聞くこともできます。はい、なのでちょっとボイスなどを聞いてみたりしてみてください、うん、すごい、すごい、そしてもう一つ、七海青梨花の星5のドレスの確率がアップした特別な召喚を開催中です、今日はですね、うん、せっかくですのでこちらを引いてみていただきたいのですが、まあ誰が引くかってなったらまあ、やっぱ一番ピンクが似合う人がいいよね。そうね、一番ピンクの人かなやっぱね、しちゃう、ちょっとくすんでるからな。ちょっとくすんでるから。ひよこさんはちょっと赤寄りですもんね。そうですね、確かにな。これじゃもう黒ですからもう、私なのか、うん、これは私なんだな。ボン、オッケー、ボン引いちゃってください。ちょっとあの儀式やって、ガチャ引く前の儀式、祈りの儀式やって、祈りの儀式やって。面白くなかった。あれ、いやもう事故ってる、事故ってる、事故ってる、面白くなかった。もう会心の出来だった。いやもうじゃあ出なかったらもうアプリ消そう一回。アプリ大丈夫、いっぱいなんか石あるし。あ、本当だ、めっちゃ石あるじゃんこれ。大丈夫、いけるわ、うん、じゃあとりあえず一回ちょっと11回召喚やってみていいですか。1回11回召喚お願いします。行ったれ行ったれ、いいね、行きますね、行け、いないいないいない儀式、ブワンブワン、行け、ドキドキしちゃうねこれね。こういうのスキップしない派。わかるわかるわかる。なんか止めた方がいいのかな。今っていうタイミングで押したいよね。よっ、来い、来ねえ。星5はね、星5はしょうがないよね。いやでも金結構いたよ。でもそうだよ、金を集めて解放すればいいんだから。あ、ちゃん、かわいい。星を集めて解放しよう。あ、ひなちゃん、あ、かわいいね、みーちゃん、みーちゃんかわいいね、みーちゃん、また来た、あ、いいね、いいね、あ、来た来た来た、あ、来た来た、先輩、ちーさん来たよ、ほほほほ、ほほほほ、ほほほほほ、という感じ。え、終わり、これあれだもんね、テスト、今のはテスト、テスト、そうだってほらこれから2人で番組やる、ね、そうだよね、ってことはもう、そうだよ、もうマルさん行っちゃって、部長の力見しちゃおっか。え、もう石がこんだけ入ってるってことはそういうことと解釈していいですか。これが部長の力だ。ね、普段あんまり顔見せてくれない部長が今ここで来てくれたっていうのには意味があるからね、うんうん、そうよ、部長はね、みんなを集められるんだからね、これが本番、いけ、見せてやれ、くすみピンクの力。いけ、くすみピンク言うの。いけ、いったれ、ゴー、これはこれ、来てるね、来てる、えでん、あれ
おかしいな。まあまあそうだよね。やっぱ部長はさ、これみんなを立てる立場じゃん。ここはやっぱりゲストのあゲスト人がさ、泣いちゃうこんなの。そうだよね、やっぱね。泣けちゃう、泣けちゃう。やっぱりさ、部長はみんなのためにだ。いやもう優しい。そうだよね、やっぱドラマティックっていうの。そう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 。そうだよね。我慢して我慢して出会えた時の喜びよね。じゃあちょっと優しい部長。部長のどうしよう、あと7,150しかない。2人は回せないから、とりあえず11連でやってやほどあると思う。ダメだなって思ったらあと1回ずつ回す。じゃあ2人で押すよ、はい、せーの、ポチッ、せーの、ポチッ。ギシギシ、まだまだある、まだ押すところある。3度目の試合、ギシギシ。みんなコメントで応援して、お願い、力をちょうだい。あれ、応援来ないよ、応援来ないよ。来てる、あ、来てる。まあそういうこともあるよ。このようにララマじゃ楽しい。はい、楽しいよね。そうですね、はい、期間限定の紹介やっておりますので、ね、ぜひぜひ皆さんも挑戦してみてください。うん、素晴らしい、 らしいです、ね、もうちょっと弾けるね。ということで、はい、こういう風にね、みんなでワイワイ楽しく遊べるララマジ、ぜひ皆さんもお楽しみくださいね。ここまでたくさんのことを説明してきましたが、ララマジは現在好評配信中でございます、うん、ぜひダウンロードして楽しんでみてください。それではここで1曲、A1 ピクチャーズ制作のオープニング動画をご覧いただきながらお聴きください。いいですか、もういいですか、まだ弾いてるじゃんか。じゃあ後で、後でまたやりましょうね。はい、それでは行きますよ、はい、せーのですよ。あ、そう、はいはいはい、オッケー、もう知ってるよ、はい。行きます、はい、せーの、未来シンフォニー。さあ奏でよう、始まる夢の先へと重なり合う未来シンフォニー。 Let's go バンダー。こんなコーナーをお届けします。チューナーさん、私たちとの絆を上げてよ。あ、バトルが始まるね。これね、いやー、ということでゲーム内ではそれぞれのキャラクターとお話ししたり、プレゼントをあげることで信頼度、絆を上げますが、それと同じ要領で私たち、出演者自身が攻略対象となり、ユーザーアンケートであげるプレゼントやかけるセリフを見ている人に選択肢で選んでもらい、どれが喜ばれるか見ていくリアルお話コーナーです。おーい、このね、みんなニコ生を見てくれてるみんなとの絆を上がるかどうかは、皆さんが何を選ぶかにかかっておりますからね、うんうん、そうなんです。皆さんにはね、ちょっと好感度を上げていただきたいと思いますよ、うん、私たちの、うんうんうん、じゃあ早速ですがやっていきましょう。まずは長縄さんとの絆を皆さんに上げてもらおうと思います。じゃあセリフをお願いします。はぁ、あ、私今日頑張りすぎてお腹空いたな、何か食べたいな。これ普段のマリアちゃんってかな、やさぐれ、やさぐれ系、ちょっと下味入ってる若干。何か食べたい、お腹空いて、どうだろう、
キも装備してるから、もしかしたら今もねヒントが隠されてるかもしれない。確かに、みんなでね選択肢どれがいい、どれだなって答えをぜひ探してみてください、うん、じゃあアンケートお願いします。マリオちゃん4択に、まあでも今ぐらいのね疲れ具合だったのかもね、うん、じゃあちょっと1個ずつ紹介してもらってもいいですか、うん、はい、1ポテチのわさび味、わさび味、うん、ピリッとしてる、 あれか、あ美味しい、確かに。2いちごパフェ、あら上手、あー、美味しい、これはないかな、ね、ぴったりじゃない、これだって欲しいね、うん、3お寿司のガリ、ガリ美味しいよね、お寿司がいいよね、そうだね、お寿司がいいな、ぜガリ、まあ美味しいけどね、まあ美味しいね、4サンドイッチの卵、うん、これもね卵のせるといいね、うん、いいかも、どうだろうね、でも疲れた時やっぱ甘いものとかね、そうだよね、うん、そうだね、逆に塩分もね、なんか汗いっぱい流したら、うん、ね、確かに、うんうん、お腹減ったっていう時ね、それだろう、疲れたなっていう時だから、うん、マリアちゃんでしょ、みんなこれ選びました、選んだかな、うん、大丈夫ですかね、いけてますということで、じゃあアンケート、じゃあ集計が出たので結果見てみましょう、うん、結果はこちら、ドン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 、あれドンしないよ、ドン、あ、31.7% でいちごパフェとみんなが予想しております。綺麗だね、お寿司のガリ、でもお寿司のガリがすごい追い上げてきた、ガリ、あ、今ブーですね、なんかブーって、もう BGM が鳴っちゃった鳴っちゃったっぽい。じゃあ なんだか分かりませんけども正解発表をお願いします。正解は3番のお寿司のガリです。うわ、渋いよね、ブー、なんでなの、マリアちゃん2位だったからね、そう、惜しかった、ね、え、これはもうみんな知ってる情報なの、いや、知らないと思う、知らないの、初めてガリって言ったかも、あ、好きです、なんで食べたいですよ、なんで今日出したの、公式で初めてのガリ、なんか最近なんかこう、うん、お寿司を食べる機会がちょっと多くて、うん、へー、その時にいつもガリとかあんまり好きじゃなくて、うんうん、ちょっと辛いですね、そうなの、子供の頃食べたそのイメージというか、まずいみたいなのがあったから、あんまり食べてなかったんだけど、ほんと最近なってから、ちょっと勇気出して食べたら、美味しいと思って、大人の味覚になってんじゃん、って思いついたから、お腹空いたなって時にガリでいい、確かに。ちょっと満たされるじゃん。お寿司は何好き、お寿司、お寿司はサーモンが、サーモンが好き、サーモン美味しいよね、何サーモン、なトロなんとか、トロサーモン、ちょっと炙ってあげる、トロ一貫サーモン、トロ一貫サーモン、美味しい、有名なやつの何、すごいなんかメジャーなやつ、一貫サーモン、一貫のやつね、そう、なんか乗ってて美味しいね、まあ美味しいよね、皆さん残念、残念、じゃなかったですね、アップならずでございました。じゃあ次は赤崎さん、はい、よろしくお願いします。絆を上げちゃいましょう、はい、じゃあセリフをお願いします。あー暇だな、ねえねえちょっと遊びに行きたいんだけど、おー、さあ遊びに行きたいんだけどと言ってますけども、なになに、どういうこと、もう場所がね、どこ行くって、どこに連れてったらいいのか、のゲームみたいですね、選択肢が大変でございます、ね、じゃあアンケートお願いします。こちらも4択です、どるか、届きましたね、1潮干狩り、2猫カフェ、3無人島、4ビアガーデン、いや、これは4でしょ、いいね、ビアガーデン、4、4、4、4、4、はいはいはい、はい、さっきね、なんか温泉とかもあったけどね、温泉も確かに良かった、いや、いいね、確かに温泉もいいね、猫ちゃんは好きなんですか、猫ちゃんもね、そう、好き、うんうん、猫ちゃんと戯れたいけど、大体嫌われちゃうね、でも構いすぎて、あー、気まぐれだからね、疲れないんだけど、でも猫も好き、行きたいとこある、みんなこの中だったら、うん、どこかな、でも私、猫カフェです、お、やっぱり動物好きなので、そうなんだ、癒されたいなって、真ん中なら無人島かな、あ、そうなんだ、結構ワイルドよね、そう、うん、なんか海みたい、すごい海ね、海みたい、サバイバル生活、サバイバル生活はしたくない、あ、したくない、それはしたくない、ね、海で優雅にしたい、めんどくさいこと嫌だもんね、めんどくさいの嫌や、わかるわかる、うん、
私は潮干狩りかな。あさり欲しいもんな。ハマグリも欲しいけど。ハマグリいいね。ハマグリいいよね。はい、いっぱい取って帰ってね。じゃあみんな押してくれましたか？結果見てみましょう。今度こそ絆は高まってるのか。結果オープンお願いします。ブン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 出た。50.4% でビアガーデンが一番高いですね。なるほどね、半数じゃない。圧倒的酒、これは圧倒的だったね。さあみんなもうねビアガーデンにかけてますから、うん、じゃあこれは正解発表をお願いします。私が嬉しい回答はマジンタウンです。あ、残念でした。あ、やだ、ビールの服とか言われてる。確かにね、確かになんか飲みたげな服だね。でもね、確かに、いや私無人島っていう選択肢考えたんだけど、うん、その他は私が考えたんじゃないからさ、出てからあ、ビアガーデンもいいなって確かに思った。揺れた、そう揺れた。温泉とビアガーデンは確かにね、ちょっと温泉いいなー、ね、もいいよね。ということで、また不正解か。全然皆さんダメダメですね。そうだね、ダメだ。じゃあ次は、うん、はい、まるさんいきますか。はい、私いきますね。まるさんはどんな質問なの？ね、ね、私のお題はこちらです。お、ねえねえ、何か私に聞きたいことある？どんなことお話ししたい？あら、あら、いいね、話題を選ぶよ。お話ししたい話題は何か選んでください、うん、じゃあ4択お願いします。話題ですよ。私が今話したいこと。お、来た。1、おじいちゃんおばあちゃんについて。2、麺類について。麺類。3、宇宙について。ピヨピヨ。4、部活についてブン。ボス。さあ、なんでしょうかね。なんだろう、どれかな。まるさん、いろんな趣味あるからな。そうだね、好きなものもね、いろいろ語れるから。まるさんすごい、うん、部活とかもね、学生時代の話とかね。そうそうそう、ね、学生時代のいいよね。混ぜそば、混ぜそばもすごいね。まあ、麺類ね。まあ、台湾混ぜそばは麺類には入るよね、あれはね。入るよね。まあ、宇宙というジャンルには入るっちゃ入るけども。どういうことですか？混ぜそばが食べるという行為は、うん、部活にも近いものがある。混ぜそばは宇宙的な。おじいちゃんおばあちゃんになっても食べたいというところがある。話題提供しなくても始まっちゃってな。さあ、じゃあ結果見てみましょう。結果はこちら。ででんでんでん。どれを押してくれたのかな。どうや、ボン、麺類だ。麺類について。うん、あ、なるほどね。はあ、じゃあいいですか、正解を。まるさんは一体何をおしゃべりしたいんでしょう。はい、うん、正解はおじいちゃんおばあちゃんについて。どういうこと？なんでですか？やっぱおじいちゃんおばあちゃんが安心して暮らせる社会を作っていきたいなってすごい思って。ご自身の首相だね。そう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 、自身のおじいちゃんおばあちゃんの話ではなくて。あ、そう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 、全国のおじいちゃんおばあちゃんの話。なるほど、優しい。そうそうそう、よりよく暮らしていけるためにはどうしたらいいのかって。快適な生活やっぱ提供したいな、私にできることは何かなって今思ってるから。それを、みんなと話し合いたい、本当は。どうしたら急に社会派になっちゃう。すごいな。あ、みんな分かってないな、私のこと。まるさんの心にあるあったかいものが知れた話題でしたね。あったかいんだね。じゃあ最後はイノリンとの絆深めチャレンジになりますね。お願いしますね。みんな知ってるよ、今ここは決めてほしいですね。そうだね、一回も正解してませんから、うん、頑張ってね、みんな。イノリン、お題お願いします。はい、今日も暑いよね。最近暑くって体力なくなっちゃうな。暑さを紛らわせる何か欲しいな。さあ、うん、これは何のプレゼントを渡すかみたいな感じだね。うん、そうね、私に何かプレゼントをして。肉だって、うん、肉が多いね。すごい肉って言われてる。ほんとだ、肉肉肉肉。で、米でしょ、それなら。じゃあ4択をお願いします。さあ、どうなりますか。私は一体何が欲しいでしょう。うん、いきますね。1、うん、すごく怖い怪談話、うん、涼しくなるを提供するってことね、うん、2、ペンギン。あ、ペンギンをプレゼントしちゃうんだね、うんうん、ちょっとひんやりはしてそうだね。3、冷えた瓶。欲しい。おじいさん、これ欲しい。おじいさんにそのまま。これ欲しい。4、かき氷。あ、それもいいね。はいはいはい、冷えるね。一体何を私が欲しいか。まあ、でも冷えるは冷えるわね。みんなならわかるよね。うん、みんなならわかるでしょう。ということで、
もう締め切っちゃいますか。みんなもうポチってしましたか。ポチッとしてさあどうでしょう。どうかな。これはね、これは大体これは当てられるんじゃないかな。結果見てみましょう。結果お願いします。ここ当ててほしい。これ本当決めてほしい。どう、38% でペンギンです。ほほほほほほほ、なるほど。じゃあいのりちゃん、はい、正解発表お願いします。私が欲しいのは2のペンギンです。お、なんでわかったの？すごい。すごい。なんでわかったの？だって一つ選択肢おかしかったもん。なんかとんがってたし。ちょっと浮いてたね。そうだよね。なんでわかったの？勘？勘？肉だからって書いてある。怖いこと言わない。怖いよ。怖いこと言わない。られるから。私水族館でペンギンを見たいっていう意味が込められたペンギン。水族館でっていうの込みね。そう。涼しくなるでしょ。はい。16,000。ポイントがね。ポポポポポポポ。私のポイントが上がりました。上がりました。よかったよかった。ということで4人中絆が上がったのは私だけだけだよ。あら、私ちょっとちょろい。ちょろいちょろいってんかね。ちょろいですね。ということで、もっとね、私たちのこと知ってください ね、うんうん、よろしくお願いします、うん、ということで、またいつかこういう企画やっていきたいと思いますよ、うん、以上、チューナーさん私たちとの絆を上げてよーのコーナーでした。ポポポポはい、OK です。今はもう配信されてないってことでいいんですよね。うん、そうよ。ラジオ番組も前半おしまい。お疲れ様。はぁ、あ、もうなんてことするんですか、百花さん。すっごい緊張しちゃいましたよ。何喋ったか覚えてませんよ。事前に相談してくださいよ。右往左往するナナミ、可愛かったわよ。強引なんですから。それでもついてきてくれるあなたが好きよ、ナナミ。失礼します。へえ、ここがラジオのスタジオか。ふむ、意外に狭いな。リコさんに青さん、どうしてここに。私が呼んだのよ。我らがラララジ初ゲスト。ゲストかどうかは知らないけど、可愛い後輩が百花のおもちゃにされるらしいって聞いてね。科学的アプローチでラジオを面白くすることはできるかと先日百花部長に言われてね。私への挑戦状と受け取ったよ。頼もしいです、先輩方。二人とも待ってたわよ。で、今はどういう状況なの。うん、番組の前半が終わったとこで CM 中。前半聞かせてあげたかったわ。ナナミの可愛さが生えまくってたわよ。ただ翻弄されてただけですよ。もう。で、後半のコーナーなんだけど、あれ？どうかしたかね。しまった。オープニングから今の CM までの間に台本の内容全部終わらせちゃってた。私てっきり後半の台本があるんだと思ってました。ごめんごめん、ちょっと楽しくなっちゃって。これはうっかりだわ。でも大丈夫、私に任せて。ここは私の優秀な仲間たちに頼りましょう。百花部長、私に任せてというセリフと前後の文脈が合っていない。一応企画部の魅力を伝えるって趣旨だから、そのあたりでいい案ないかしら。ま、そんなことだろうと思ってたけどね。一応ゲストで呼ばれるからにはある程度話す内容はまとめてきてるわよ。さすがリカ、優秀。私もプランがないわけではないよ。心理学的な見地に立てば人の興味を引くことのできる刺激は案外少ない。工夫を施された新規の、しかも興味深い情報も有効な刺激となりうる。例えば全編通して様々な通信方法や暗号を駆使してメッセージを送る。暗号解読を楽しみながらラジオも楽しめる暗号ラジオ、略してアゴラジというのはどうだろうか。記念すべき1回目はモールス信号で会話していこう。ごめん、モールス信号で会話できる自信がないわ。あれ、ちょっと百花、そういえばまだ CM やってるの？少
し長すぎない？ああ、心配しなくていいわよ。 CM なんてないから。え？いやね、この枠私が買い取ったって言ったでしょ。スポンサーいないのに CM なんてあるわけないじゃない。ということは今のやりとりってもしかしてネットで配信してたとか？その通り。名付けて気学部って普段こんな雰囲気ですコーナー。アミが気学部勧誘でネット配信した時、普段のみんなを配信するのが一番って言ってて、コンセプト結構いいなって思ってね、真似させてもらったわ。理科の言う気学部の魅力結構伝わったんじゃないかしら。そしてもちろんきちんと後半の台本も用意してるわよ。私がそんなヘマするわけないじゃない。騙された。見事に乗せられたな。私なんかさっきのと前のアミさんのと合わせて騙されるの3度目ですよ。もう緊張もどこか行っちゃいました。じゃあみんないい具合にほぐれたところで、ラララジ後半戦行ってみましょうか。ここでララマチからのインフォメーションコーナーです。なんと重大発表があります、はい、よく聞いてくださいね、はい、7月中に魔法少女服が新ドレスとして登場予定です。ついに来ました。オープニング映像なんかにも出ていましたけども、うん、はい、こちらの魔法少女服でございますよ。そうなんですよ。それぞれどんな衣装なのかね、気になりますよね。そうね、すごい。この先日発売されたチューナーズノートにも、うん、魔法少女の服はこれみんなそれぞれ掲載されておりますので、ね、資料として書き込まれております。チェックしてみてくださいね、ということでね、うん、どんな風にゲーム内に実装されるのか、うん、ぜひ続報をお待ちください。はい、そしてここからはたくさんのグッズ情報をお届けします。まずはこちら、ララマジチューナーズノートオフィシャルキャラクター資料集。これいいね。そうなの、かわいい。表紙からしてめっちゃかわいい。すごいかわいくて、こちら全キャラクターの設定&デザインを解説するオフィシャルキャラクター資料集です。なんとピンナップの付属もついていて、イラストキャラの相関図などボリューム満点。イラストも、キャラデザの飯塚さんの書き下ろしとなっております。なんかちょっと見せて。これだ、これがですね、ピンナップ可愛いね。めっちゃ可愛いのがついてるんです。可愛い。これサーヤめっちゃ可愛いな。そうなんよ、じゃみんな可愛いの。なんかちょっと気がね、気抜いてる感じ、ね、柔らかい雰囲気で、可愛い、素敵なんですよ。ぜひチェックしてください。はい、続いて、うん、キービジュアルを利用した B2 サイズのタペストリーです。 B2 サイズ、こちら、うわ、でかっ、大きいね。かわいいね。マリアちゃんがすっぽり隠れちゃうサイズだわ。さっ、隠れられるぐらいの。あ、これちょっと黒の木が若干抜けてる。やばい、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、緑に反応して光のリンが抜けちゃう。光のリンが、やめて。あ、抜けてなかった、抜け、意外にやるわ。ここにね、木がね、すごい。でもこの辺がなんかほんと透過、透過されてる間がね。わー、ほんとだ、なんかこの辺、ここに手入れたらないのね。あ、手入らないのか。いいんだよ、黒巻のことは。そう、かわいいじゃん。すごい大きくて、かわいいね。はい、はい、さてさて、じゃあ次いくよ。まだまだグッズあります。まずはクリアファイル、うん、こちらはキービジュアルと学校屋上でのナナミとサーヤを描いた2種類のクリアファイルです。トモもチュルンチュルン、あ、チュルンチュルン、いいチュルンチュルンよ。あれなんか2人で楽器演奏してる感じってすごいいいね。これね、ゲームのねストーリーを、そうそうだね、熱いよね。これね、いいですよ、はい、そしてキャラクター31人の缶バッジがトレーディングで発売されます。こちらも31人、あ、僕もいる、やったー、なんということだ、31人か、嬉しい、部長もいます、部長もいます、すごい、部長もいますよ、嬉しいですね。ぜひぜひ。続いてはですね、ななみとはるかとほにゃの可愛いイラストを使用したクッション、うんうん、抱きしめるのにちょうどいいサイズでお届けします、うん、そしてマイクロファイバータオルですね。肌に優しく手触りの良いマイクロファイバー生地を使用したタオルはゆいなと評価の仲むつまじいイラスト。あら、じゃん、お、うわ、これは、あ、ちょうど縁が黒巻きされた。いいんだよ黒巻きは。じゃん、素敵、可
可愛いね。なんかあーとかなんかされるタイプなんだね。ね、部長意外と甘えたりもする時もあるのかな。ね、可愛い。素敵。先輩コンビですね。年上お姉さんコンビ、ぜひゲットしてください。はい。そしてそして、こちら B エディタペストリーがございます。サーヤ、アリサ、ユキナ、翼の4人のビレイラストお部屋に飾れちゃいます。わあ、可愛い。あら。そしてアクリルキーホルダー、ナナミ、サーヤ、ユイナ、リン、アリサ、ヒカリ、ハルカ、モエ、翼の9人がアクリルキーホルダーで登場。ぜひ皆さんこちらもみんなたくさんありますね。これが B2 タペストリーでーす。私が持つやつだけ全然どこも透けたりしない。かわいい。でもね、かわいいね。え、あ、ごめん、アクキに夢中だったよ。あ、アクキ、これめっちゃいっぱいある。そう、9人あるんだって。めっちゃかわいいよ。で、これのいいポイントがさ、光がでかい、うん、ちゃんとでかい、うん、サーヤとのこの身長差がすごいんだよ。すごくない？みんなちゃんとその比率でできてるのね。なんかそういう感じで作ってあるのかもしれないね、うん、ね、大体の身長通りに、なんかやっぱ楽器みんな持ってるのがいいね、うん、これはいいね。かわいい。結構存在感のあるサイズだね。ね、ぜひ皆さんこちらたくさんグッズありますからチェックしてくださいね、うん、はい、うん、さてさて、はい、ということでたくさんのグッズがありますので、うん、ぜひ皆さんも手に入れて、うん、ララマジを普段の生活でも楽しんでくださいね。はい、さらにこの夏はララマジのイベントが初開催、うん、まずは7月22日から30日にアニメイト秋葉原店地下イベントスペースにて、うん、ララマジミュージアム in アニメイト秋葉原が開催されま す、うん、すごいね。キャスト全員のサイン色紙や先ほどご紹介したグッズ販売もあるそうです。ぜひぜひ、行けばこれ買えるわけだね、ぜひぜひ。そして8月11日から13日はコミケにも初出展決まりました。皆さんに喜んでいただけるようなグッズやイベントを考え中ですので、うん、ぜひ遊びに来てください。おーい、楽しみいっぱいなんですね。うん、ね、そして最後にですね、もう一つ大事なお知らせがございます。何？ララマジのラジオ番組、うん、ラララジがインターネットラジオステーション音声さんでスタートいたします。わー、21日金曜日から各週の放送を予定しております、うん、パーソナリティは私みなせいのりと、うん、徳井そらさまるさん、はい、私部長頑張ります。うわい、ということで、ね、私たち2人がお届けしていきますので、うん、お楽しみに。はい、夏以降も大盛り上がりのララマジを皆さんよろしくお願いします。します。というわけで以上インフォメーションコーナーでした。さて、お送りしてきましたララマジのラジオ、ラララジ生放送、まもなくお別れのお時間となってしまいました、うん、ということで、ね、このメンバーで初めてのニコ生ということでしたが、ね、いかがでしたでしょうか。みんなどうだったかな。早いわ早かった、早いわって来てますけども、ね、でもいろいろ盛りだくさんだったね、うん、紹介することもいっぱいあったし、ゲームもねプライできましたし、私たちのねいろんなこう好感度ということで、いろんなこう、ね、知らない一面を知っていただけましたし、そうそう、まあ一つ心残りがあるとすれば、ね、星5がどうだったみたいな感じ。ダメなやつ、まあ、でもその分それぞれみんなに遊びに来たから、みんなに行くから星5が、あ、そう、そうじゃなかったら取っといた、みんなに取っといた、みんなに取っといた、そういうこと、そういうこと、そう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 、できる子って感じですね。そういうことだよね、うん、できる子だなっていうやつですわ。ということでね、まあ、いろいろお送りしてきたんですけども、最後ということなので、まあね、ゲームを楽しんでくれてる皆さんも見てくれたと思いますし、今回初めてこのララマジ興味持って、そうだね、ニコ生見てくれたという方もいらっしゃると思うので、それぞれからまあね、お礼というか一言ずつコメントを言っていきたいと思います。じゃあ端の方からマリアちゃんから。はい、うん、いやすごく盛りだくさんで、いや、まさかこんなに可愛いグッズがいっぱいあるなんて思って、楽しみ、そう、すごく楽しみで、またゲームもね、こう皆さんでやれたことがちょっとすごい楽しかったり、うん、こう皆さんの視点から見る、うん、こうコメントとかもちょっと聞けてすごい楽しかったり、うん、今日はありがとう、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、
そうね、ドラマジリリースされてから実はポチポチやってたんですけど、それでこのニコ生に出られたのがとっても嬉しかったなっていうのがあります、うん、あと一つ運営さんに皆さんを代表してお願いして、何何とぞリフを、何とぞリフをたくさんください、よろしくお願いします、切実だ、切実なお願いです、リアルなやつ、ありがとうございました、ガチ勢からのお願い、何とぞリフを、リフが足りなくなるんです、プレゼントあげられなくなるの、みんなわかるって言ってる、そうプレゼントがあげられない、貧乏になっちゃうから、ハンバーガー食わさせてくれ、お願いしますはい、じゃあ次はまるさん、はい、今日はありがとうございました。いや本当にララマジはですね、まだ遊んだことない方ぜひぜひ、すごく操作も簡単で遊びやすいし、みんな可愛いキャラクターが部長も含めたくさん登場するので、ぜひ気に入ってもらえると思います、うん、これからねもっともっと今のユーザーさんたちを盛り上げて、新たなファンの人もどんどん増やしていこうかなと思っております。ラララジ番組もみのりんと始まるので、うん、そちらもぜひ応援してもらえたらなと思います、うんうん、ありがとうございました。では最後に私からですね、はい、今回見ていただいて本当にありがとうございました、うん、今回は2人にゲストに来ていただきましたけども、うん、本当にこの、ララマジはですねキャラクター数がたくさんいますので、うん、ラジオをやらせていただけるということは、うん、その、ね、いろんなキャラクターがゲストに遊びに来てくれるかもしれませんので、うん、ぜひ皆さんプレイしていただいて、でお気に入りの、ね、キャラクターとかもいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、続々とエピソードの方も多分どんどんまたキャラクターの数だけ増えていくと思いますので、うん、そちらも期待しつつ、あとは夏に向けてコミケだったりとか、そうだ、ねね、アニメイトさんとのコラボだったりとか、うんうん、いろいろありますので、ぜひぜひ皆さん夏休みはララマジで楽しんでくださいね、うんうん、ということでまたこういう風にお会いできるのをすごく楽しみにしています、うん、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということで、うん、そろそろお別れでございます。ここまでのお相手は結城ななみ役の水瀬いのりと、草薙百花役徳井空と、三島碧役の中野まりやと、星崎理香役の赤崎千夏